百連の葉音、聖役の戦乙女は、溶山聖一による日本のライトノベル。イラストは、ゆきさんが担当している。HJ 文庫より2013年8月から、刊行されている。月宮神社には、様々な都市伝説を抱える、ご神体の鏡がある。中学2年生の少年、津尾勇とは、一歳年下の幼馴染、シリング百花水木と共に、月宮神社で、 肝試しの証拠としてご身体の鏡をスマートフォンで撮影するが、その直後に不思議な呪文が聞こえ、気づけば自分だけが異世界、ユグドラシルへ召喚されていた。言葉も通じない世界で、士族たちの争いに巻き込まれてしまうも、武器すら扱えない。ユートは、スマートフォンから得た先人の知恵と知識を駆使し、多くの仲間に支えられながら現実世界に帰る、方法を探す。声は、 テレビアニメ版、ドラマ CD 版の声優の順。一人だけの記載で、中期のない場合は、テレビアニメ版の声優を示す。2015年2月13日より、J2 の作画で、コミックファイアにて配信中。2018年7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された。原作第8巻までを、アニメ化しているが、物語は、対局が描かれるだけにとどまっており。 細部は省略されている。ありがとうございます。